こんにちは。本日は i h e ー r で購入できる暑がりな私が夏を乗り切るために購入したアーユルゲーダ関連の商品などをご紹介いたします。私はもともととても暑がりで今までもいろいろな方法を試してきたのですが今回インドの伝統医学であるアーユル・ゲーダの専門家の方に診断とアドバイスをいただくことができました。アーユルゲーダでは、 人の体や心について3つの性質に分けて捉えていて、それに対応したものを用いることでバランスをとっていくという考え方を持っているそうです。3つの性質の1つ目が、風のように変化しやすく、寒さに強くない、グアータ。2つ目が、火のように情熱的で、暑さには強くない、ピッタ。3つ目が、水のように穏やかで、湿度の高さには強くない、 カパ、というこの3つになるそうです。今回、私は総合的にはピッタ体質だということで、おすすめの食べ物や飲み物、ハーブやスパイス、アロマなどのアドバイスをいただきました。暑がりなピッタ体質に対しておすすめいただいたお茶の種類は、緑茶、ローズ、カモミール、ペパーミントなどです。 アーユルヴェーダや漢方では食べ物や飲み物、ハーブやスパイスなどにはその温度にかかわらず体を温める作用を持つものと体を冷やす作用を持つものがあると考えられているそうです。例えば同じ野菜でも長ネギは体を温める作用一方でキュウリは体を冷ます作用飲み物では紅茶が体を温める作用を持つ一方で 緑茶は体を冷ます作用スパイスでは乾燥した生姜が体を温める作用を持つ一方でコリアンダーは体を冷ます作用を持つとされるそうです d Tao o t のグリーンアールグレイです一般的なアールグレイティは紅茶をベースにしたものがほとんどですがこちらは緑茶にベルガモットの香りがつけられています 外蓋を開けると、中蓋がしっかりとついていて、束は大きめの茶葉です。蓋を開けただけで、アールグレイのとても良い香りがします。飲み方は、普通にお湯で入れてももちろん美味しいのですが、私の場合は、緑茶に含まれるエピガロカテキンガレートという、抗酸化作用や脂肪燃焼効果が期待される、 ポリフェノールの一種である成分を効率的に摂りたいので以前に購入したお茶引きマシーンで粉茶にして飲んでいます粉茶ができました。 香りを入れて、アイスのアールグレー・グリーンティーの完成です。ベルガモットの香りが口の中に広がって、気分もリフレッシュできます。体をクールダウンさせつつ、エピガロカテキンガレートも取れるので、一石三鳥だと感じます。ルッドハーブティーのラブという種類です。カモミールを中心にローズ、 ラベンダー、マリーゴールド、エルダーフラワーなどが入っています女性らしいピンク色のパッケージが素敵なのはもちろん蓋を開けると忙しい私たちには心の平和も大事だよというメッセージも書いてありますセレッシャルのハーバルティーサンプラーです5種類のハーブティーが入っていてカモミール、レモンジンガー、ペパーミント、 ハニー・バニラ・カモミール 3P ーータイムです。中身は個包装ではなくて、種類ごとに分かれてパックに入っています。このパッケージがとても可愛くて、クマちゃんが寝ていたり、キャンディーが川を流れていたり、なんと太陽からレモンが飛んできたりしています。これらのハーブティーに含まれるカモミールは、 安眠やリラックス効果のほかにも、ほてった体を冷ましてくれる冷却のエネルギーを持つと言われているそうです。夏の暑い日にはお湯を沸かすのも暑いので、ティーバッグのお茶を飲むときには電子レンジを使うのもおすすめです。今日はスリーピータイムを飲んでみます。カモミール、スペアミント、レモングラスやバラのお花などが入っています。 中身のティーバッグは、紐やタグがないタイプです。大きなマグカップに、お水は下の2、3センチくらい入れます。これで電子レンジにかけます。熱々のハーブティーが少し冷めるまで待ちます。冷めてきたらお水を足します。 いただきますカモミールの香りとスペアミートのすっきりさを感じますスリーピータイムという名前ですが特に夜だけでなくお昼に飲んでも美味しいと思いますクマちゃん寝ちゃってるんですがガンドはちゃんと消した方が良いと思いますピった体質の方は尿を出すことでほてった体の熱を出すことも大切ということで利尿作用を持ちつつ ノンカフェインのごぼう茶とタンポポ茶です両方ともフロンティアナチュラルの商品でごぼう茶はバードックルートタンポポ茶はダンデリオンルートという名前です中身は両方細かいチップになっていますお湯で煮出すと柔らかくなるので実は私は毎朝飲んでいるデトックススープの具材として丸ごと食べているのですが 小さな砂利が入っていることも少なくないので、普通にお茶として飲むことをお勧すすめします。私自身が感じている効果としては、以前ずっと悩んでいたふくらはぎのむくみが今はかなり軽くなったことです。スパイスはこの2点です。スターウエストボタニカルズのコリアンダーシードパウダーです。コリアンダーパウダーは、タイ料理などに入っている パクチーの種を粉にしたもので、体を冷ます作用や、片手に溜まった重金属を排出してくれる効果も期待されるそうです。コリアンダーパウダーは、実はもっとおすすめの商品があって、楽天で購入できるグリーンコリアンダーパウダーです。こちらの方が、よりコリアンダーらしい香り高い風味がするので、お気に入りの商品です。 フロンティアナチュラルのクミンシードパウダーです。クミンはターメリック、コリアンダーとともに三大スパイスと言われ、食べ物の消化を促したり、体の糖化を抑制する抗糖化作用を持つとされるそうです。スパイスの使い方は、私は毎朝このフロンティアのカレーパウダーでカレースープを作って飲んでいるのですが、カレーパウダーには、 唐辛子やクローブなどの体を温めるスパイスも入っているので、カレーパウダーにコリアンダーとクミンをさらに加えることでバランスを調整しています。ピッタ体質の方の熱く高ぶりがちな精神に落ち着きを与えてくれるのが、フローラル系のお花の香りです。 レイベンローズのローズウォーターです。アイハーブで購入できるローズ系の商品では、ヘリテージストアの商品が人気ですが、こちらはあくまで水にローズのエッセンシャルオイルが入ったものです。ローズウォーターというのは、エッセンシャルオイルを作る過程で、バラのお花に蒸気を当てて、それが油分と水分に分かれたもののうち、 油分の方がエッセンシャルオイルになるのに対して水分の方がこのローズウォーターとなります香りは深呼吸したくなるようなとても濃いバラの香りがしますこの商品は通常ではスプレーヘッドが付いていますが現在は世界的にスプレーヘッドが不足しているそうでこのボトルのみの販売です私の場合は別のスプレー容器に入れて化粧水と1対1で割って 朝の化粧水として使っています。最近購入したエッセンシャルオイルがこの3点です。オーラカシアのローズアブソリュートとジャスミンアブソリュートです。頬番オイルにローズとジャスミンのエッセンシャルオイルが混ぜられています。私は寝る前のハンドケアオイルとして使っていますが、香りはローズの方が格段に素敵に感じるので、 ローズをリピートする予定です。ナウのエッセンシャルオイル、ピースフルスリープです。オレンジ、ラベンダー、カモミール、イランイラン、サンダルウッドなどがブレンドされています。私自身は、それぞれ一つ一つの香りとしては好きなはずですが、すべてが混ざると、なんだか、 お手洗いの芳香剤のように感じてしまい、あまり好みではありませんでした。セルティックシーソルトのマカイピュアディープシーソルトです。アイハーブでも大人気のこのセルティックシーソルトと同じ会社の製品で、塩分が通常の食塩に比べて33%少なくなっているのと、豊富なミネラルを含むそうです。 中身の細かさは、ミルに入っている商品とだいたい同じくらいです。最近は、体を冷ます作用を持つキュウリで、即席のぬかみそを作っているので、こちらにシーソルトを使います。アーユルゲーダのファーブの力で、体やお口がすっきりする商品がこちらです。オーロメアのアーユルゲーダの石鹸は、肌質や体質に合った種類を選ぶことができます。 いった体質の私は、特にこのトゥルシーニームがお気に入りです。歯磨き粉は、ナウのキシリホワイトニームティーツリーと、オーロメアの歯磨き粉カルダモンフェンネルです。両方ともニームをはじめとするアーユルゲーダのハーブが入っていて、清涼感が夏にぴったりです。詳しくは、 以前の動画でもご紹介してますので、そちらもぜひご覧ください。本日もご覧いただきありがとうございました。